代目。このお店でいつからあるんですか。3代目やった。そんなに長いんですか。だから、はっきりした意が分からへん。ああ。そしたら80年ぐらいかもしれんし、場所はもう だからずっとここだった。ずっとここ、うん、ここもほら昔はこんな感じでなんか普通のあの砂利道、はい、だから商店街自体が歴史が古いから、うん、その流れと違う。やったらで間入れてね、ほら言うてたこれもこんだけ入れなあかんから、どれですか。これこれこの中のこの隙間。ありがとうございました。